元日本ハムの高山祐希投手は、15日の12球団合同トライアウト、鎌ヶ谷を受験する。昨年10月に戦力外通告を受け、一時は現役引退を決断したものの、トライアウトを受けて NPB に復帰したい、と一念発起。再び球界復帰を目指すことになったのは、愛妻の後押しがあったという。最初に戦力外を言われた日に、 野球を続けるつもりはありませんでした。でも、妻が、私はまだできると思う、と言ってくれて。妻の言葉が一番大きかったかもしれないですね。2016年ドラフト5位で大阪東印高から日本ハムに入団。プロ入りから3年間で一軍登板はなかった。2020年から育成選手になったが、 戦力外通告を受けた2022年まで結果を出すことができなかった。2022年1月に結婚した妻とは、プロ2年目の2018年から苦楽を共にしてきた。野球をやめて働いて稼がないと、と思っていたんですが、それよりも野球を応援してくれたので、もう一度やろうと。それが一番大きかったですね。昨年11月に NPB 再挑戦を決意。 一年間をかけて今年の12球団合同トライアウトを目指すこととした。貯金を切り崩して生活、感じた周囲の応援、まだ野球を続けたい。ただ、現実は甘くはない。野球の練習が生活の軸となり、仕事は何もやっていないです。収入はゼロですね。現役時代に作った貯金を切り崩す生活だ。契約金はほとんど使ってなかったですし、 日本ハムでの、両生活の間はお金を使うことがなかった。一年だったら貯金で生活はできるだろうと思ってました。でも、生活的に苦しいというのはありますね。うまく工夫しないとしんどいなと、生活の水準を少し落とさないと、というのはありました。都内で生活することの厳しさも感じたという。都内の野球施設を使っての孤独な自主トレ。 7月末から関西独立リーグ、堺シュライクスに所属し、実践を積んだ。不安やうまくいかないことはあったんですけど、独立リーグのチームからオファーをいただいて、周囲の応援や野球の楽しさを知ることができた。まだ野球を続けたい、プロで恩返ししたいなという気持ちです。感謝の思いを胸に左腕を振る。